ナゲットポイントとはニュージーランドの南東南端部のオタゴ地方南東部のクルサ地区南東部に存在する地点の地名である。ナゲットポイントの周囲に見られる岩の小島群。ナゲットポイント灯台が写真の左側に写っている。ナゲットポイントの小さな岬の先端には1870年以来石像の灯台が設置されている。この岬の周囲の海には 岩でできた小島や岩礁が点在しており、付近の海域は昔から海上交通の難所で過去に幾度も海難事故が発生した場所として知られている。この海難事故の大部分は来るさ側へと向かう小型船によるものだった。ナゲットポイントはニュージーランド国内において比較的寒い気候であることで知られている。ナゲットポイント灯台から下を見ると、 しばしばオットセイの群れが観察できる。また、ナゲットポイントの小さな岬の周辺に点在する岩の上は何種類かの海鳥が繁殖に利用している。このほかナゲットポイント付近では金目ペンギンやゾウアザラシなども見ることできる。ところで、ナゲットポイントのすぐ南にはローリングワンと呼ばれる小さな入り江が存在する。午後3時以降は、 ここに生息している、金目ペンギンを驚かせてしまうので、ローリングワンの浜辺には降りないように呼びかけられている。ABC ナゲットポイントライトハウスハット AB、地球の歩き方編集室編集、地球の歩き方 C10 ニュージーランド2007から2008年版、P433 ダイヤモンドビッグ社2006年11月10日、発行 ISBN4 から478052972、 ナゲットポイント、トカタウォークスハットエビサザンシーニックルート、エイトラベラー、S ガイド P14。ありがとうございます。